ちょっと覗いてみるとちょっと分かりにくいかもしれませんが、終点の駅の新東武バスターミナル駅です。あ、ここがメトロへの入り口かな。シンチャオタイテンラヒロミ、ヒロミです。私は今ベトナムホーチミンのこちらはベンタイン市場に来ております。今撮影しているのが11月18日ということで、今日はここのベンタインの下から走る日本製メトロの現在をお伝えしていこうと思っております。しんちゃん、ありがとう。あ、大丈夫です。1000円、あ、1000円大丈夫、ありがとう。今年1月ここのベンタイン市場の駅の地上がこうやって開放されました。青い壁がね、ここの辺並んでたんですけど、それが全部取っ払われてこんなに変身しましたというの速報でお伝えしましたが、その時はここのベンタイン市場だけをフューチャーしてお届けをしました。でも今回はここの日本製メトロ、現在作っているのが1号線なんですが、1号線の沿線が今どのような風になっているのかというのをお届けしようと思っています。まずはホーチミンメトロについて簡単に復習をしていきましょう。ホーチミンメトロの計画が始まったのは2011年です。全部で8号線まで作る予定でして、現在作られているのが1号線で、2号線なんかは将来ここのベンタイン市場とタンソンニャット空港をつなぐ路線などで、空港に着いてからの街の移動もとても旅行者にとってもしやすくなると思います。そして1号線は全部で 19.7キロ、14駅あります。地下鉄部分が3駅で、あとの11駅は高架の駅になっています。もうすでに試運転は終わっているんですけど、まあ、延期に延期が重なってということで、今のところの開業時期は来年2024年の7月の予定になっています。はい、早速見ていきましょう。まずこちらがベンタイン市場がありまして、駅自体はね、この地下に入っているので、ね、目で見える感じではないですが、ここにメトロができるということで、目の前の広場がこんなに広いです。1月の時点でも広くなっていたんですが、そこから変わったところはね、ここに車は通れるようになりました。前はまだここの柵が作られてなかったと思うんですけど、この柵も作られてがっしりとしてると思いきや、そんなにまあぶつかってもバイクとかでぶつかっても危なくないようになのか、あんまりがっしりはしてないけど、こうやってボルトみたいなので止めています。はい、で一応ここにね、乗り込めないようにこういうのはあるんですけど、ここにバイクが入っているし、逆にバイクも入れるよみたいな感じの、ちょっと柔らかい感じのゴム製のが作られてます。はい、でこちらのベンタイン市場は今年の5月に外壁塗り替えられたので、とても綺麗です。外が変わるだけでちょっと生まれ変わった感がありますよね。でここにね、木がいっぱい置いてますね。この木はね、前なかったです。はい、現れました。木の下のところにはね、ベンタイン市場のマークがありますね。素敵ですよね、細かい。でここにも柵ができているんですが、やっぱりちょこちょここう開いてるってことは、バイクが入れるようになっているのかなっていう気はするんですけど、どうなんでしょう。今気温が31度ありまして、だからね、人は少ないんですけど、みんなこう日陰に入ったりとかしています。だからちょっと涼しい時期とか、ちょっと日が落ちてくると、青材のお姉さんとかが写真撮影をしているっていう感じです。そして市場から、お、やっぱりみんなバイクで入ってくるね。市場を抜けて右の方に行ったあたりに、こちらにですね、9月23日公演というのがあります。細長い公園の先っぽのところにつながっているんですが、こっちにもね、広場みたいなのができています。向こうにベンタイン市場がありまして、こちらです。ちょっとした憩いの場という感じですが、暑いのでね、日陰がないから、この時間はちょっとずっといるのはきつい感じはします。でこちらにですね、ちょっと大きい広場があります。で向こうに9月23日公演がありまして、本当にその公園の端っこのところがこのように整備されました。まだ工事が終えてないので、公園側から見てもまだ青い壁はあって、中もまだ
工事してる感じなので、まだ時間はかかるかなという感じです。ここの壁には日本の国旗とベトナムの国旗が並んでいて、はい、メトロのマークも並んでいて、とても嬉しいですね。花壇というか芝生も整備されていて、なんかこの木の感じはマーク、何かのマークを意識しているのか、はい、ちょっと不思議な模様なので、もしかしたらドローンとかで見たらね、綺麗な絵になっているのかもしれません。そしてなぜか芝生の方に入れるような、なんか足でトン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 歩いていけるようなものも設置されています。多分ベトナム人の方写真好きだから、そこの辺まで入って写真を撮るように作ったのかな、なんていう私の予想です。そしてこちらには何やら建物みたいなものがあるんですが、こちらがですね、実は地下鉄の入り口なのかちょっとわからんけど、その下にね、地下鉄があります。ちょっと覗いてみるとちょっと分かりにくいかもしれませんが、日本の地下鉄の地下の階みたいな感じのタイルが貼られてて、展示ブロックとかもありますね。こちらの天井はですね、ハスをイメージした巨大なハスの天窓ということで、はい、ベトナムらしい作りになっています。ここの天窓からね、ハスの光が降り注ぐみたいなことをイメージしているのかなと思います。ここのすぐ中はどうなってるんですかね。なんかちょっと観客席っぽくなっていますが、一応ね、ここにね、入り口らしきところがありまして、ドアがあるので関係者しか入れないで、職員しか入れないようなところなのか、うん、なんかデザインなのかな、こういうデザインになっているのか、どういう風に使われるんだろうか。目の前にあるこのビルは前からむき出し感があるんですけど、何ができるか一度コメントで教えていただいた記憶はあるんですが、ちょっと忘れました。でもね、上の方でクレーンがいるので工事は進んでいるみたいです。天窓の上にも日本の国旗が飾られてます。あ、ベトナムジャパン50周年っていうのも出てますね。 JICA のマークもあります。この広場とベンタイン市場の間になんかね、バスターミナルらしき空間がありまして、ここは何なんだろうね。道路にしては広すぎるし、何に使うのかって考えたらやっぱりバスターミナルなのか。ここに来るまでの手段としてバスを使う人もいらっしゃると思うので、多分そういう大きなターミナル的な感じなのではないかと思います。この丸っこいのは何じゃろう、地下鉄とか地下の空気を入れ替えするものなのか、はい、ちょっと分かりませんが、形的にはバスがね、こうくるっと回れるような感じになっているのではないかと、はい、バスターミナルができるのではないかと予想しています。ここは、あ、ここがメトロへの入り口かな、ね、そんな感じしますよね。まだ全然出来上がってない感じですが、多分ここから地下に行けるのでしょう。このビルの目の前もね、広場みたいになっています。向こうの看板には日本製メトロのガサト事業所で作られた車体の写真がありまして、こちらにはですね、実際に試運転してる時の絵なのかな、大きくドドンと、はい、もう期待させてくるなっていう感じですね。で、ここは元ガソリンスタンドだったのか、はい、メトロの看板があるんですけど、ちょっと落書きがあるのが悲しいですね。前も日本から送られた車体に落書きがあったっていう事件がありましたので、なくなってほしいですね。で、これは多分新東武バスターミナル駅の終着点にある車庫の、うん、写真じゃないかなと思うんですけど、メトロの車体が管理されている場所なのかな、そんな絵が飾られてます。という感じでベンタイン駅の地上はこんなに生まれ変わっています。こういうね、看板もすごく新しいですね。すごくピカピカな状態で、ここのバイクとか車を乗られる方の移動手段っていうのはすごい細かく決まってますね。今までは結構自由って感じでしたけど、すごい細かい感じで決まっていて、だから交通の流れが良くなって渋滞緩和にもつながるのではないかなと思います。今気づいたんですけど、ベンタイン市場のもう一個向かいのところにも新たに広場らしきものができています。はい、こちらにもちっちゃな広場できてます。盆栽みたいな
ちょっと日本っぽいですね。日本っぽい草木みたいな木が飾られています。あ、でここの道が封鎖されて、あー面白いですね。向こうの車がこうやって行けたところをこっちに回って、ここでうまくさばいてくださいねっていう風に変わっているんですね。ちょっと壊れてるのもあるけど、はい、こちらが入り口になっています。弁丹駅は始発駅でもあるので、大きい駅だから入り口はちょくちょくあるんですけど、はい、こちらにも入り口ができてます。あ、すごい中が見える。結構綺麗な感じで、ちょっとね新車の匂いがしますね。うん、新しい匂いがします。それでは隣の歌劇場駅の方も見てみたいと思います。ここがベンタイン市場でして、ここからこの道をまっすぐ行くと歌劇場駅に行けます。でこの道のね下をメトロが走ってると思うので、はい、もうね電車いるのかなと思うと、ね、いっぱい走ってるのかなと思うと、いっぱいっていうか試運転とかでね走ってるんだなと思うとちょっと嬉しいですね。今とっても暑くてですね、一駅歩くのもちょっと大変だなと思うぐらいなんですが、ね、地下鉄がメトロが走ると思うとそれを使えるので、かなり旅行者にとっても便利なのではないかと思います。ここには高島屋があったりとか、サイゴンスクエアもここにありますね。で向こうはねまだ青い囲いがしてあるので、工事まだしてるっていうことなのか、何か広場ができるのか、まあメトロにも関係してると思うんですけど、弁丹市場あたりの景観をちょっと良くしようプロジェクトみたいなのもあるらしいので、そこに関係しているものなのかもしれません。進んでいきましょう。はい、高島屋を抜けました。ここにもまだ工事中のところがあるんですが、これもメトロ関係なのかな。この道路の正面に見えるのが歌劇場です。こっち向いてます。道渡って向こうから歩いてみましょうか。すごいね、ここ弁丹市場までこんなに見晴らしが良くなってます。前までね、ここの道路が全部青い壁で囲まれてて工事中だったんですけど、まあ、この前って言っても去年あたりはまだ工事中だったんですけど、ここが完成したことによってめちゃくちゃ広々としていますね。向こう側にもメトロの、ね、入り口ありますけど、こっち側にもあります。ここがもう歌劇場駅の入り口になっています。おじちゃんが寝てる。ここにもね日本の旗が飾られてて、工事の人がねお話ししてるから、もしかしたらメトロの工事の人かもしれません。おじちゃん昼寝。少し歩くとまた入り口があります。メトロみたいにね1番出口2番出口といっぱい出口があるみたいで、あ、ここはエスカレーターかな。ね、ちょっとシャッターは閉まってるんですが、ここを見た感じ幅が広めな、いや同じくらいなのかな、エスカレーターって感じです。でもなんかエスカレーターねちょっと傷ついてる。錆びてるかな、なんかでもこれからこの上からねまた新しいのを貼るのか。こっちから見てもエレベーターの黄色が映ってます。これは日本製じゃないのかなという感じなんですけど、どうなんでしょう。結構汚れてる。あ、工事のね粉塵とかが飛んだのかもしれませんが、はい、ここにも入り口がありまして、あ、ウェディングフォト撮ってる。でこちらがグエンフェ通りになります。はい、向こうから細長い通りがグエンフェ通りになっていて、ここがねホーチミン人民委員会庁舎でホーチミンさんの像がいるところです。ここの道路が多分この地下鉄開通に関係してると思うんですけど、割と最近今年くらいになって開通するようになりました。前までグエンフェ通りがね
まっすぐなもうつながってる状態だったのが、ここに道ができて、しかも噴水の向こう側にも道が通れてっていう風に、通りがちょっと分断されたような感じで車が通れるようになってます。これがあることによってね、かなり渋滞緩和につながるんじゃないかと思います。こっちから来て向こうの通りの真正面のところに行きたいバイクなんかも、今まではねこっち回ってぐるーっと回っていかなきゃいけなかったけど、それがここで行けるようになったりとかして、メトロの完成以外の面でも渋滞緩和にかなり力を入れてるのが分かりますね。冬通り昼も暑いのであんまり人はいませんが、はい、ホーチミンさんもいらっしゃいます。そしてここも歌劇場前がかなり青で埋め尽くされております。あ、結構茂ってきてる気が、はい、茂ってますね。結構青々しい感じになっていますが、この正面が歌劇場になっております。で、ここがちょっとした広場になっております。なんだろう、この木、金木犀かな、あんまりね見ない感じのすごく長い葉っぱなんですけど、金木犀っぽい感じの黄色いお花みたいなのがあります。ここにも入り口がありまして、ね、入り口の形はどこも共通してるかなと思いますね。ほんと新品っていう感じ、ほんと全然汚れてないし、ちゃんと手すりとかもついてるし、丁寧に作っているなっていう感じがしますね。はい、大丈夫です、お願いします。ブックさんが次の駅まで連れて行ってくださいます。ブックさんね、マイクおもろい、はい、この橋の名前はなんて言うんですか。あ、これがバソン、バソン駅に行きたいの、ここ合ってる、合ってるかな。すごいね、綺麗だね、綺麗な景色です。おじちゃん、バソン駅どこ、バソン駅行きたいの。ありがとう、これ大丈夫、着いた。またどこ行く、とりあえずここら辺ちょっと散歩する。うん、ありがとう。はい、おじちゃんにバソンまで連れてきてもらいました。ちょっと一緒にドライブしましたが、バソン駅はさっきの市民歌劇場駅の隣の駅になります。弁天駅と歌劇場駅とここのバソン駅までが地下の駅になっていまして、この次の駅からはもう地上に出て高架になっている、はい、ここが一番最後の地下の駅となっているんですが、でここにですね、日本とベトナムのマークが書いた建物があるので、これもね多分メトロ関係の何か宿舎とかなんかそういう系の、はい、建物だと思います。そしてここにもさっきと同じような形の地下への入り口があります。さっきもあったかな、なんか間接照明みたいなのがついてて、ちょっとおしゃれな感じになってますね。入り口はできてますが、はい、バソンと書いてレトロと上はできてますが、まだ下はできていない状態です。あ、でもすごい、こういう入り口はね全部統一されてるんですね。かっこいい感じで出来上がってます。今ですね、ちょっと Google マップを見てみたところ、さっきの宿舎かなとか言ってたところがバソンステーションと書いてるので、ここから入っていけるのかもしれません。もしかしたらここに何か施設とかが作られるためのちゃんとしたねおしゃれな建物なのか、ここにねピンがついてるということは多分そういうことだと思う。あとここにも地下鉄の入り口らしき、そんな感じがするようなものがあるので、入り口が何個かありつつもここの建物からも入れるのではないかと、はい、推測します。
お、ここに見てみるとあれは入り口で間違いなかったです。この道が開放されて入れるようになると、ね、ちょっと広々とした景色が見えるという感じで、こっちの緑に覆われたところはちょっと自然のままっていう感じなのか、ちょっとずつね見えてきましたね。はい、それではタクシーに乗って移動しております。で、次の駅を見に行きたいんですけど、全部見てたらね本当にもう1日終わってしまいますので、はい、次はちょっと飛び飛びで行きたいと思うんですが、次はねタオディエンという、まあ、肉と言われるところを、はい、よく観光でもね女子とかが特に行くようなところなんですが、このその前にこのここに細長いマンションがますが、この向こう側川側に初めて陸に出てきた高架の駅、バソン駅の隣の駅があります。そのまま北上して少し行ったところにタオディエンという駅があるので、これから行きたいと思います。ここから道とこのメトロが交わってというか平行に隣を合わさって走っていきます。見た感じ新幹線みたいですね。岡山でよく見るこういうの太い新幹線みたいな感じに見えます。で、こちらがタンカンステーションというところです。あれもある。電車乗るときにホームから落ちんようにするやつとか今ありました。もうほぼできてますね。うん、なんかね 96% がもう完成してるらしいんですけど、本当にもうできてるし、まあ、もちろんね試運転がこのエリアは終わっているので走れる状態ということにはなっているんですけど、はい、わーすごい。こちらがタオディエンの駅です。お、なんか結構でかいですね。さっきの駅よりかなり何重にもなっていて規模が大きい気がします。ちょっと降りて見てみましょうか。はい、降りました。こちらがタオディエン駅です。ちょっと目の前に木があって見づらいんですが、結構大きな駅になってます。で、目の前にはね、こちらにはこうやってバス停があるので、そう、駅を使おうと思うベトナム人の方もね、駅までバイクで来たらバイクどうする問題とかあるので、バスを使って来ることもできるということですね。まだちょっと地面のあたりは囲いが取れてなくて、まだ何かしら工事してるのかなっていう感じか、完全にはできてないのかなっていう感じはするんですけど、いや、もしかしたらこのままなんかもしれんけど、駅の上ら辺はもう結構出来上がってるんじゃないかな。見た感じ2階に改札とかがあって、改札内入ってこういう2番線ですよっていう階段で上に上がって、上が乗り場なのかなっていう感じです。こっちとかまだちょっと、ね、幕が張られてたりするんですけど、いやでもこれはもうほぼ完成ですね。このタオディエンのあたりはおしゃれなレストランとかカフェとか雑貨屋さんが結構あって人気なエリアなんですけど、ここのタオディエン駅の隣のアンフン駅のここの区間の駅の向こう側に結構おしゃれなお店とかがいっぱいあります。高級住宅地みたいな感じでもあるので、本当におしゃれみたいな感じで観光でもよく来られるところだと思います。そしてこのメトロができることによって、もちろんここのまあ、価値が上がるというか、この地域の不動産価値とかもこう上がっていくじゃないですか。なのでどんどん新しいマンションとか建物が建っていっているそうで、向こうの大きいマンションとかそれなのかなと思ったりするんですけど、メトロができることによって人の移動が便利になるだけじゃなくって、そういった価値が変化していくっていうのがとても面白いですね。着きました。こちらは1号線の終点の駅の新東部バスターミナル駅です。バスターミナル駅ということで、はい、こちらにですねバスターミナルがありまして、その目の前の駅ということで新東部バスターミナル駅なんですが、
ちょっとね今脳みそが思考停止してるんですが、ここにね駅があるじゃないですか。それでこの駅名を見てみるとですね、ガーベンセースワイティエンって書いてるんですね。この駅の1個前にスワイティエン駅っていうのがあるんです。で駅前にスワイティエンっていうテーマパークがあって、そこからスワイティエンって名付けられてると思うんですけど、この終着点はこのバスターミナル駅の名前っていう風になってたんですが、なぜかスワイティエンターミナル駅っていう風に書いてるんです。これは名称が変更になったのか、ちょっとどうなんだろう、ちょっと私今びっくりしてて、はい、まあそんな感じなんですが、ここが終点の駅となります。せっかくなのでちょっと駅に近づいてみようかなと思います。ね、ちょっと入れるかは分かりませんけど、ちょっと入れなさそうな雰囲気もありますが、看板とかはもうしっかり作られていて、はい、ベンセーソイテンって書いてます。なんでだろうで上の方ももうホームも普通にできているんじゃないかなという感じです。でここのメトロ終着駅はなかなか YouTube で出してる人いないんじゃないかな、本当に YouTube 史上初公開なのではないかなと思うぐらいちょっとマニアックな内容かもしれませんが、でも意外と旅行者の人も使うのではないかなと思います。でここのバスターミナルちょっと後から入ってみようと思うんですけど、バックパッカーの方とかちょっとベトナムのバスでね、ローカルな感じで移動したいっていう方はここを使うことがもしかしたらあるかもしれないから、この駅も、ね、使う方もいらっしゃるのではないかなと、はい、思います。ここにバスターミナル駅のバスが、はい、止まるところがあって、メトロの入り口が向こう側にもあったんですけど、こっちにもあって、こっちの方がまだ入れそうかなと思って来てみたんですが、まだ入れないかな。で草むらになってて、まだトタンとか、はい、壁があるので工事中っていう感じがしますね。ホームを見てみるとね、先ほどもありましたけど転落しないようにするような仕様にちゃんとなってます。ちょっと気になって道路側からの駅を見に来たんですが、道路側からは見た感じね入れなさそう。もしかしたらここのトタンが取れたら入り口が現れるのかという感じなんですが、今のところここのね歩道も歩道なのかっていうぐらいススキとか生えている状態なので、これからこっち側の入り口も作るのかなという感じがします。ここの駅からずっと向こうに線路が続いているんですが、向こうはぐるっと回ると車庫みたいな格納庫みたいなところに続いています。ハノイのメトロにも乗ったんですけど、その時ですね結構スコールが降ってて、本当にホームがびしょびしょでもうツルツル、もう床がねめちゃくちゃツルツルしていまして、本当に落ちそうだし、強風ですごい強かったんですけど、風がねもう本当に落ちそうって思ったぐらいだったんですが、そういうのはちゃんとねこう日本製なので安心して乗れるようになっています。南部も雨季があってすごいたくさん雨降る、スコールが降る時があるようのための対策もいろいろ取ってるんじゃないかなと思うので、ね、早くね乗りたいですね。なぜスワイティエンターミナルなのかというのはちょっと置いておきまして、ここのミエンドンバスターミナル、はい、新しくできたということでね、ミエンドンバスターミナルの横にモイってついてます。モイっていうのが新しいという意味で、はい、新しいミエンドンバスターミナルです。見ていただくと分かる通り結構田舎と言いますか、はい、落ち着いた場所にあります。ベンタン市場の駅からも 19.7 キロと結構な距離走ってきたところです。なぜメトロ1号線をここまで伸ばしたのかっていうのが、やはりねここのミエンドンバスターミナルができたということに尽きるのではないかと思います。東部バスターミナルはミエンドンバスターミナルっていうんですけど、ミエンドンっていうのが東部という意味なので、今日は東部で統一してお話をします。新東部バスターミナルはメトロの開業に先駆けて2020年の10月10日に開業しました。ここベトナム南部から
中部とか北部をつなぐ長距離バスが走っています。これも実は2018年に開業予定だったんですけど、コロナの影響もあって稼働開始時期が4回延期されました。でも2018年に延期されているということはコロナ前の話なので、まあ、ベトナムあるあるな延期ということですね。東武バスターミナルがホーチミン市のビンタイン区っていうところにもともとあって、そのバスターミナルがこっちに移転してきたので、ここが新東武バスターミナルとなっています。ここのターミナルは敷地面積が16ヘクタールあるそうで、ちょっと分かりにくいと思うので東京ドームで例えようとしますと、東京ドームが 4.6 ヘクタールだそうなので、東京ドーム 3.5 個分ぐらいの大きさになります。そして投資総額は4兆ベトナムドン、日本円で約180億円とかなり気合が入っていますね。年間700万人の受け入れが可能となっていて、ショッピングセンターとか娯楽施設とかいろいろ併用されるみたいです。ただこの場所はホーチミンの外れにあって、正確に言うとトゥドゥック市という場所なんですけど、もともとホーチミンの2区と9区とトゥドゥック区というのが合併してトゥドゥック市になったので、まあ、元ホーチミンということで、ホーチミンの中心部から離れていて交通のアクセスが悪いから、昨年の時点でかなりお客さんが少なかったらしいです。っていうのが旧バスターミナルの方が市街地にあって利用しやすくって、そっちから利用したい人が多くって、旧バスターミナルからここの新しいバスターミナルに向かう送迎バスを出したりとか、本当はダメだけどここから発車して旧バスターミナルの方にバスが迎えに行ったりとか、あと道中でピックアップとかしたりしているみたいです。まあ、いろんなバス会社が運行してて、そういうサービスしないとお客さんつかめないからというのが背景にあると思うんですが、そうなってしまうとあんまり新しくした意味をね、なしてないかなという気もします。でもここのメトロが開通したら交通の便が良くなってお客さんが増えることはもう間違いないかなと思います。ちょっと中に入ってみましょう。今土曜日の夕方なんですけど、はい、土曜日ですがお客さんがね、すごく少ないですね。建物自体はね、すごい綺麗で、床も結構ツルツルしてて、逆にね、スコールとか降ったらツルツルと滑ってしまいそうなぐらいツルツルと綺麗なんですが、はい、お客さんは少ないです。一応カウンターみたいなのがあったりとか、向こうにチケット買うところかながあったりとかして、椅子もたくさん用意されてます。あ、これが模型ですね。はい、私が今いるのがここの建物の中で、駅がこの白いものなので、今できてるのはここの部分だけなのかもしれない。はい、でこの、ね、横の建物もなかったし、こっちもなんか、ね、駐車場いっぱいありますけど、まだこれからっていう感じがするので、これからもっともっと大きくしていくっていうことですね。ちなみにバスのカウンターにいるお姉さんに、ここのターミナルから一番多い行き先はどこですかと聞いたら、ハノイと言っていました。見た感じで、ね、ファンティエットとかニャチャンとかそこら辺が多そうに見えるんですけど、でもダナンにもハノイにも行けるみたいなので、長距離のバス移動にチャレンジをしたい人はここから乗ることができます。はい、というわけで今日はホーチミンメトロの現在の様子をお届けしました。実際にこうやっていろんな駅を見ていると本当に乗りたくなりましたし、開通が待ち遠しいし、できればね、最初の便に、便っていうのかな、最初の本に乗れたらいいなと思っています。まだまだ工事してたりとかいう現場を見ましたが、本当にたくさんの方が関わって、日本人の方もベトナム人の方も、工事してくださってる方も、こう開発に関わってくださってる方も、いろんな力が、ね、こう集まってできるこのホーチミンメトロがとっても楽しみです。皆さんもぜひ楽しみにしててください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ヒンガプラー。